テヨンが花の形のタトゥーを刻んだ幻想的な美あふれる写真を掲載した。テヨンは9日、自身のインスタに複数枚の写真を公開した。胸まで開いたノースリーブを着てポーズをとった。バラの花の形を刻んだタトゥーが目を捉え、車の中に入ってくる日光でテヨンの顔は、より輝いている。セクシーと清純を行き来しながら幻想的な雰囲気が自然に漂った。無表情なテヨンの姿は、命的なまでだ。テヨンは先月、夏バージョンハッピーのライブビデオを公開した。YG の点滴反訴費、執行猶予の現在、また麻薬陽性。2017年、ビッグバントップに大麻勧誘。当時の判決は懲役3年、執行猶予4年。以降、ヤンサ・ヤンヒョンソク氏やアイコンの BI など YG 関連者を次々と狙撃。おとといの8日、保護観察ところが予告なしの小便検査。結果は麻薬陽性。3年実刑の可能性。パクウォンスンソウル市長の遺書直訳全文。すべての方にお詫びします。私の人生に共にしてくださった方に感謝します。ただ苦しめることしかできなかった家族にずっと申し訳なく思っていた。仮装して両親の墓に巻いてほしい。みんな、さようなら。YG の点滴反訴費、8日の抜き打ち尿検査の結果、薬物の陽性反応が確認されたと報じられる。執行猶予期間中のため検察の捜査は避けられない。最悪の場合は実刑の可能性も。